はい、どうも皆さんこんにちは。ドボンフットボールチャンネルのフットボンです。はい、今回なんですけど、まあ、シュート吹かさないようにね、最近僕練習してるんですけど、そちらをね、皆さんに伝授していけたらと思います。で、これの蹴り方のコツとか、どうやったら吹かさなくなったかとか、このキックを蹴ることで結構変わることが多かったので、じゃあ、全体を見ます。じゃあ、もう一回、蹴りたいと思います。で、結構意識しているところとかも多いんですけど、足の振り、速くしてます。大振りしてくるっていう感じなんですけど、それをここまで振ってここで止めるっていう感じ。ステップは足振る、2ここで止める、それをここをもう曲げないようにして、これで振りで蹴る感じです。それだけ意識して蹴る感じなんですけど、まあ次動いた球を蹴っていきたいと思います。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。